東京大学の井木でございます。二酸化炭素水素化による有用物質ワンパス合成、最終報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。我々のこのプロジェクトの概要をまず最初に説明させていただきます。まずですね、我々はこう2050年こう、カーボンニュートラルの達成、化石燃料からの脱却といった未来を想定してですね、ではその未来においてどのようなものが必要になるのかと。 いうことで、もう必ずこう CO2 から有用物質を作る、こう燃料を作る、化成品を作るといったことが必ず必要になってきます。で、その際に有用な反応として CO2 の水素化を想定しています。 しかしですね、CO2 の水素化反応、こちらに示していますように、今現在はこう多段の反応系でやっておりますけれども、一段目の CO2 水素から、たったのを経由しますといったときに、この反応のところがこう平行制約になっており、なかなかこう反応効率が上がってこないと。展開率が上がってこないという中であのど、どうすればいいかということで、我々の発想としては、中間ワ、ワンパスで行って、 第一段階の生成物をですね、あの、二段階の反応系のところで引き抜いてしまうことで反応効率を上げると。で、さらに、今ネックになっているのが、やはりこう反応装置を複数にして、コンプレッサーのそういう負荷のところのエネルギー消費が大きいところを、こう、シンプルなワンパス装置にしてエネルギー消費を抑える。で、装置としてもかなり小型化ができるといったところを、あの、メリットに掲げてですね、あの、CO2 を原料とした有用物質合成を 効率よく行うとこういうシステムを考えていきますということをやっております。で、実際にどのようなことをプロジェクトでやってきたかというと、 私と、あの、共同研究者の北海道大学、多田先生のそれぞれ得意なところを合わせてですね、あの、私ずっと広大んの職場をやってきました。多田先生ずっと金属酸化物職場で c o 2とメタノールなどの、これらのワン反応をやってきています。これらの職場をですね、あの、今後して、こう、最適な組み合わせを見つけて、さらにその配置の様子とかまでを精密に制御して、新規のワンパス反応システムを、あの、開発するといったことをやってまいりました。で、特に、 これ未踏チャレンジなので、未踏チャレンジ2050ということで、ポイントとして、先ほども少し申しましたけれども、こう、2050年に必要とされる社会、そこで、あの、想定される社会とそこで必要とされる技術、どういったものがあるかといったところを考えて、行ってきています。やはりこうですね、こう、あの、2050年社会において、CO2 は貴重な炭素源となります。 でこの炭素源をどのようにこう活用するか、で高効率にやろうと思ったときとか、どのようなインフラにしていきますかといったときに、CO2 を例えば回収したり、持っていますといったときに、その CO2 をもうこう輸送してあちこちに持っていってしまったら、そこでまたこう二酸化炭素が出てくるということで、そういった社会にはならないだろうと。エネルギーととかかをを燃料とかをその場の場 あの生産してその場で消費するような、そういうオンデマンドでいろんなものを合成する、こういう技術が必ず必要になってくるであろうということを考えてやっています。で、この時に、今現在の技術、もちろんですね、2050年においてはあの化石燃料はもう依存しなく使用していないと思うので、既存プロセスの比較は割あ,のあまり意味がないと思っているんですけれども。 とはいえ、大量のエネルギーをかけて効率の悪いシステムでは、こう、社会の中で浸透していきません。で、そのために、こう、やはり、こう、今、ここの部分の研究開発が必要であるといったところが、こう、バックグラウンドとしてありました。 で、さらに本研究で実際にこう行ったブレイクスルーとして、やっぱこう新しい反応システムですね。で、二元機能触媒というものをこう開発したことで添加率を上げて、で、さらに我々の大きな成果として、触媒が、こう研究開発の最初の時点では寿命があまり長くなくてですね、こうあの24時間も待たずに、あの活性が落ちてしまっていたやつをほぼあの劣化なしの超寿命化させるということに、ここでもともとチャレンジの設定と設定していた数字をですね、あの、 超えてあの長寿命化をあの達成するこ,とができましたこの辺りのところをあの詳しくお話しさせていただければと思います。で簡単にあの最終目標の達成状況として、もともとプロジェクトの開始時に設定した目標としてはもう全て達成しております。で具体的にやはり一番の推しになるところとして、こう100時間程度の長期試験をあの 掲げていたんですけれども、これをあるかに超えて、あの、達成していますとか、あとは反応メカニズムについても、あの、詳しい反応機構をしっかりと提案しながらですね、あの、触媒として、こういう触媒が最適で、我々は開発の新しいものであれば、こういうことができますということを提示できていると考えております。で特にですね、こう、プロジェクトで、あの、3月で終わっていますけれども、G プロジェクトとしてさらに、こう、あの、 社会実装により近づけるところを今やりたいなということで、あの、RFI の提出などを行っているところに、状況にあります。で、ここから具体的な研究成果、主に論文で発表しているものから、あの、いくつかですね、こう、ピックアップしてお話しさせていただきますで。こちらに目次を示します。あの、このような内容をここから順番にお話しさせていただきます。まず最初に、しっかりとこう、あの、ワンパス反応であることの、 メリットで、そこの意義というものを、あの、プロジェクトの序盤で示さなければいけないと。これはもう、あの、審査の過程ですとかでご指摘いただいてそ、そこに、あの、まずはそこに対応いたしました。で、実際ですね、あの、我々のこのシステムで、こう、あの、CO2 水素化でよくある、こう、ベンチマーク触媒として、カッパー、アエン、アルミニウム系のもの、でこういうもので、 実際にこう平行添加率にかなり近いようなところの反応条件になっているようなものに対して、あの我々のこの二元機能触媒であれば、あのもう、反応で生成したものをすぐ第一段階の反応生成物をすぐこう引き抜いてしまっているので、こう速度の的にどん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 有利になってですね、あの高いメタノールやハイドロカーボンの選択率というものがこう達成できると。 で、点火率もこう上げていくことができるということを示し、示しました。まず最初にですね、ここでワンパス反応、我々こう、この反応系は有望ですよということを示したところからスタートしております。で、次にですね、最適な触媒素性として探索、あの、第1段階反応のものと第2段階反応のもので、それ、それぞれをいろいろこうスクリーニングしてですね、それぞれの活性の温度ですとか、こう、選択性ですとか、あの、 どれぐらいの収率いきますかというところをいろいろこうスクリーニングをかけてですね、あの、ここに材料を、あの、絞り込みました。で、特にですね、あの、金属酸化物触媒としては、あの、 今までは、こう、金属酸化物ではなくて、金属触媒がメインだったところで、金属酸化物にすることで、こう、高温の活性が高くてですね、メタの選択性も高いという材料として、今、ジンクジルコニアという、こうあの、材料に注目しております。さらに、固体酸触媒としては、こう、主にゼオライトですけれども、あの、このようなゼオライト。しかもですね、ここで面白いところで、通常のメタノールから何かしらの炭化水素を作る反応の時には、注目されていなかったような材料。その、あの、 これまでの反応系とは反応の条件がやはりこう違っているのでこう最適触媒というものが変わってきたというところにこう面白さがあります。でさらにですね、こう材料をあのいい組み合わせを見つけました。特にこうジンクジルコリアというものと我々こうモルデナイトというものに着目しました。でこういうタイプのゼオライトをこう組み合わせる中でですね、あのもうシンプルにこうどう合わせますかというところだけでもこう反応活性がこう大きく変わってくる。でゼオライト側の あの、蘇生ですとか、あの、混合の仕方とか、そういうものをこう変えた、変えただけで、どん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 こう、火星が変わっていくと。いうことで、まずはですね、こう、あの、触媒を選択して、その触媒の混合方法というものを、こう、しっかり、あの、検討していった。というところを、あの、まず足場として、あの、行っております。で、さらにですね、この MOR というタイプのゼオライト、あの、合成により得られる、あの、性質のものが、 あの、限られているようなタイプのゼオライトですので、流形ですとか、蘇生ですとか、こう、血管の有無とか、そういったものを、こう、あの、我々が開発している、あの、東京大学独自に持っていた、こう、技術を駆使してですね、こう、あの、高機能なものを作っていったと。で、ここの後段のゼオライトのところをし、あの、作り込むことで、できてくる炭化水素を、こう、コントロールすることができると。そういったことが、あの、分かってきています。 で特に MR 型ゼオライトのこうナノ粒子というものは、あの、このような方法で、あの、合成を行いまして、特にですね、あの、粒径に、今回ナノ粒子としているところで流形に着目しておりまして、もともと通常で得られるゼオライトをかなり、あの、マイクロメンターサイズに近いようなところの大きいものなところを、あの、トップダウン方法ですね、ミリングを用いたことで、こうナノ粒子化して、あの、ナノ粒子の流形のコントロールされた小さいものができていると。 で、さらに、この流形法制御することで、あの、蘇生とか血管の修復反応が、あの、より効率的に行えることをこれ見、見出しまして、あの、蘇生のチューニングとかが今までこう到達できないような数値に容易に行くと。 で、さらに、これ、我々が、こう、報告している、こう、血管修復法、ゼロレト中の血管が、やはり、こう、あの、反応の選択性の低下とか、劣化の原因、抗菌の原因とかになってきていることが分かっておりましたので、そこのところを、こう、血管修復法を、こう、開発したものを適用することで、得られた触媒としては、これ、例えば、パレントと比べて、あの、ね、この時に狙っていたのは、あの、オレフィンとパラフィンの選択率とか、あの、コンバージョンとかのところなので、こう、選択率が大きく向上すると。 行って、さらに、あの、コーナーのこのゼオライトの作り込みによって、こう、生成物をコントロールすることができることを示したと。いうことが、これ、まず、あの、大きな一つの成果になっております。で、さらに、こちらも、あの、もう、もう一つの目玉の方で、こう、触媒の長寿命化ということで、こう、100時間以上の高い、以上高い添加率をずっと保持してくれる。この触媒の今後のところで、この、あの、面白いところがですね、あの、ジンクジルコニアとゼオライトが、 あの、密に接していたときには効率はいいんですけれども、密に接しすぎると、こう、あの、どん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 、あの、触媒の劣化が進むということが今回分かってきました。これがどういうことかというと、ゼワイトの 3, 3点を、こう、ジンクジルコニアからですね、アエン、アエン粒子のマイグレーションでこう、潰してしまって、これは反応後にゼワイト3点がこう、下がってしまっている様子ですけれども、それによって、こう、不計画的に、こう、触媒をひどくしてしまっていると。で、これを、 回避するあの方法をこういろいろとあの開発して見出しまして、もともとですね、この点線ですね。このようにこう展開率がぐーっともうすぐ下がってしまっているようなところをずっとキープすることができる。これ高い展開率で、あの、論文ベースで見ても、あの、かなり他にあの報告のないようなレベルであの保っているということをこう見出しております。このようにこう高い長寿命化というところをこ達成いたしました。 で、次にですね、メカニズムのところ、このところは、あの、北南太郎先生に随分頑張っていただきまして、あの、今回の反応、あの、高圧条件下でやっているので、なかなかこう、メカニズムの、あの、解,解明のところが難しいんですけれども、ここは、あの、スプリングエイトのビームラインを駆使してですね、あの、高圧のインサイズザフスという方法を、この装置を組むところから行って、実際に、あの、スペクトルと得,得て、あの、途中の、あの、水素化反応の様式のところで、こう、反応、機構を提案したと。 いうところまでやっております。で、この結果については、現在、あの、サブ,サブミーティドということで、あの、論文投稿中であります。で、以上が、あの、我々の成果のうちの一部を、こう、ご紹介させていただきましたけれども、この方法がですね、じゃあ、どれぐらい、こう、社会的インパクトと波及効果があるのかというところで、 あの、イメージする装置。やはり、こう、社会にこう実装していくときに、どのような装置をイメージしますかというところで、我々の方,方法であれば、こう、ワンパスで、あの、コンパクトな装置を、こう、組み上げることができます。で、これを、やはり、こう、CO2 を運搬しないという、こう、社会で、こう、必要なところで必要なだけの燃,燃料や、あの、化成品を作,作り、作って、まあ、主燃料ですね。燃料を作って、その場で消費するといったところでし、しかも、その時に、 燃料が、あの、化石、あの、化石燃料由来であっては、まああの、カーボンニュートラルには行かないので、やはりここは CO2 の CO2 源として、まあ、いろんなものが考えられますけれども、例えば一個のポイントとしては、例えばダイレクトやキャプチャー、もさ、あの、最近盛んに研究が行われていますけれども、空気中の CO2 を直接回収して、あの、空気中から取って減らしたこの CO2 を使って、さらにこう、あの、燃料を合成してやれば、 あの、良いだろうというところで、そのような装置と、こう、直接接続できて、あの、大きさの制約があまりなくて、あの、一つ運搬せずにその場で燃料として使う。そういったところで、エネルギーの地産地消という新しい社会の構造を、こう、組み上げていきたいというところを考えています。で、それに資するものとして、本研究開発で、ここ型の高効率装置、で、高添加率、高選択率というところの、あの、指針となるものを、こう、道筋を立てることができたと考えております。 で、実際に社会的ニーズとしては、カーボンニュートラル燃料は、現、現在でももうすでに不足が始、始まっておりまして、この取り合いになっている。で、さらに市場の予測としては、もうかなり大きいものがあるであろうというものは出ていることは、皆さん、あの、周知の事実かなと思っておりまして、あの、ここのところは、やはりこう、力を入れて、あの、しっかりとしたものを、こう、世の中に出していく必要があるかなというように考えております。波及効果としては大変大きいものがあると自負しています。 実際にここの、ここでポンチエで書きましたけれども、この c o の回収パート、c o の利用パートといったところで、本研究はも特にこの利用パートのところですね。ここのところで、あの、一石投じることができるのではないかなというように考えています。で、さらにですね、あの、まあ、今回ね、 それですぐ、すぐさま、あの、じゃあ社会実装というところが、やはりこう、まだまだ遠い技術ですので、さらに達成するべき技術課題として、このようなものを挙げております。こう、さらにですね、転化率向上の指針はこう、上げましたけれども、やはりこう、スタートで10%くらいだったものが、30%、40%になりましたよという程度のところなので、これをやはりこう、もう一段階こう、引き上げていく、あの、た,ためには、やはりまだ職場の作り込みのところで、まだ、ねか、まだ完璧じゃないところがやはりこう、多い。で、そこのところで、こう、 あの、活性点のあの制御というものが、まだこういろんな複数のものが混ざっていたりとか、あの、本当に最適化されたものではないといったところを、よりよりどん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 こう研究は進めていく必要がある。で、目的燃料を、これをいろいろ、ゼオライトガバを変えることで、生成物を、あのパラフィンが多いです、オレフィンが多いです、酸化水素、どの長さのものが多いですというものを、あの、 制御可能ということを今回示しました。で、その時に、じゃあどういうゼオライトでどういうものでというのを、こう、全部、全部ですね、いろいろこう、あの、な、なら、並べている中で、やはりこう、目的に適したものをさらに作り込んでいくということが必要です。で、さらに、あの、今回、超寿命化の指針を出しましたけども、やはりこれでも100、100時間、120時間。なので、これさらにその先、その先がこう、必要になってくるであろうと。 ということで、最終的には、やはりこうですね、ライフサイクル評価というところで、プロセス全体の評価、カーボンネガティブというところを達成していく必要があるであろうなということをこう考えております。はい。それであの、ご清聴ありがとうございました。以上になります。ありがとうございました。ネ